はい、お花を飾りつけました。これはいつもの感じですね。そしてこれちょっと派手め、これはもう春に向けてって感じですか。曲げられる、曲げられないタイプだね。いや、また違う使い方もあるから。はい、ジャン君は花が似合うニャンコです。そしてポンちゃんは日差しが似合うニャンコですね。黒いから日差したっぷり集めてますね。だがいい、ジャン君のとこはもうちょっと待ってね。もうすぐ日が当たるからね。ここだけ当たる。そしてこれは新たにこの外ですね、につけるものとして購入しました。少しちょっと弱い感じなのでブルーガンで固めようという今案が出ています。今日の飾り付けでした。これ取れたってました。動画の編集中にお二人でここで邪魔してくれています。こっちからずっと、お、そっち行く。ポンちゃん、新しいお花どうですか。私にお似合いよって思いますか。思いますよ。ねえポンちゃん、外のですね、景色を見えないように、もしくは見えにくいようにする、この上についてるやつですね。これにこの、あ、つながってる、この細かいやつをですね、追加しようと買ってきました。ちょうどジャン君いなくなってくれたからできるんだけど、その前にですね、これがちょっと安いやつを買ってしまったので、非常に取れやすいですね。ここがね。今1個取れたでしょう。パラっていったでしょう。どこ行った？これをグルーガン。はい、出ました。グルーガン。初めて使います。これで、全部固めてしまおうという案になりました。これからやります。はい、ではこれをこういうとこですね、この一個一個をグルーガンでやってみます。グルダンだって。グルーガン初です。どんな感じ、
トルオンにしてますけど。なんでかテレビのトリガーが動かなくなったら完成ですか。ん ?5 分程度で本体の温度が上がり、トリガーを引けばブルーが飛びようになります。ちょっと早かった。かけたブルーは数秒でかかる。ブルーブルー、待ちます。本体の出ました。常にノズルが下向きで使用してください。はい、引いちゃった、さっき。糸引いちゃってさ、蜘蛛の巣張ってるみたいになっちゃう。結構気長な作業ってことかね。あれ早送りしてるんだね、きっとね。作ってるやつは。うん。溶けて出てくるのにちょっと間がある。うん。あとね、後ろからどんどんね、刺してたよ。あ、そう。刺して、うん。
あ、後ろから押したらビヨーって出た。あららら、もったいない。今度出が早い。ちゃんと持っててないんですよ。まだ使い始めだったからかな。それか後ろから押してこそなのかな。もう蜘蛛の巣状態です。で終わったらこれ、このドロドロは出続けてるんだけど、切るしかないのかな。本当はさ、ピストルを打ったら出るもんね。こうギューって押してる間は出るけど、押さなければ出ないってことだよね。コントロールが難しい。難しいね。はい、ということで、なんだかクモの巣のようなものがいっぱい張りましたが、これはこれでリアルということで、なんだったらここに雲を後でくっつけましょう。さあ、これをここに貼りますよ。はい、こんな感じですかね。少し横に広くして、小さい葉っぱを、間に埋めていきました。これもまあまた少しずつですね、増やしていければというところですね。はい、手前側の花全部取っちゃいましたが、まあ今日はいいかな。あんなとこかな。怠け者に乗ってくつろぐポンちゃんです。いい感じです。クリスマスの飾り付けは全部取りました。次はお正月に向けての飾り付けになるのかな。お正月ってなんかちょっとでも飾り付けっていう感じじゃないよね。